ブラックですね。はい、だからブラック。銚子電鉄100周年記念。そうです。100周年は応援する映画。100周年を応援する映画、はい、長いですね。ちょっと短くした方がいいですよ。なんか100周年メモリアルとかでまとめた方がいいんじゃないですか。あ、まあまあそうですね、確かにそうですね。違うか、おっしゃるとおり、はい、はい、それもいい歌出して、それもいいんじゃないですか。それを歌出すんですよ。だからゴーリーが、そう、福山さんの歌出します。有言実行、今日のテーマ有言実行、やりましょう。監督、はい、落ちる準備できてます、はい、落ちる準備、はい、あ、準備、はい、できてますよね。できてますよね。はい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 、言いましたね、言いましたね、今言いましたね。監督、どこに落ちるか知ってます？どこですか？海です。港から。いや、もうガチですよ。本当です。俺も落ちるんで。俺も。そうなんですか。クランクアップと同時に落ちるんで。今日は。今日クランクアップ。え、大丈夫、ちゃんと着替えとかの、はい、買っていただいてるんで、制作部さんに。本当ですか。はい、タオルとかは。ありますけど、港に落ちた場合問題が一つあって、はい、どうやって上がるかっていうのが問題なんです。僕は上がれるんですけど、監督上がれます？自信ないです。自信ない。じゃあ落ちましょうね。頑張ってください。頑張ってください。私落としますか？あ、撮ってくださいよ。ごめん。今日あの皆さん、今日はあのカメラとか撮らないで大丈夫ですかね、スタッフさんね。聞いてないけど。あ、助監とかいらない。勝手に監督海に落ちますんで、そのところにメイキングがなかったら照明とか音声とかお願いします。お願いします。監督海に落ちますんで、今日港から。予定なんですよ。あくまで予定ですけど、ちょっと天候が荒くなってきたでしょう。でも今日大丈夫そうな、暖かいし。俳優デビューも見えたね。そうそう。あ、誰んだ。誰が監督に売り込んどきな。監督、誰んですね、こいつ。誰んですね、わかんないですけど。僕の弟子です。あ、そうなんですね。名前もね。はい、もうちょっと自己紹介、そう、新しく見た方もいるんで。あ、そうですね。寺井と申します。寺井さん。今回、寺井監督でございます。監督させてます。はい。散歩屋健ちゃんシリーズ。シリーズとなってますけど、散歩屋健ちゃんシリーズ。散歩屋健ちゃんだけじゃなくていいんじゃないですか、でも。ちょっと戻しますかね。はい、戻しないで。でもこうやって定点に通っても隣誰もいなくなっちゃったんですよ。もう一人監督いるんですよ、この組。皆さんというかね、あっち食べてますけど、まあ、それいいんですけど、うん、さあ、ということで時刻は12時39分、ただいま10分間回して20分ほど回していきたいと思います。インスタライブでございます。またアーカイブで残しておきます。皆さんよかったらチェックの方もお願いいたします。散歩屋健ちゃんザ・ブラックですね、今回のシリーズは。はい。ブラック、すいません、なんかいろいろ失礼があって申し訳ないですね。監督ね、ずっと今朝から謝ってくるんですよ。なんかありましたって逆に聞きたくなるぐらいしょっちゅう謝られるんで、なんか電話切れたら、すいませんって言われるんで。実はきっとね、はい、ご自身こう知らないところで、なんかすごいブラックな計画がね。ああ、なるほどね、またブラックな計画。ああ、だからあちこちで謝ってるんですね、関係者に。だからか。急に行ってくるんで。急に行ってきますよね。俺何言われたのか分かんないんですよ、いつも。はい、え、聞いてないってなるんですけど、全然。え、電車で調子までいいと、え、聞いてないみたいになるんですけど、はい、いいですけど、みたいなね。そうですね、だからきっとね、なんかブラックな何かが今裏で動いてる水面下で、裏、さすが裏監督、裏筋監督、さすがブラック、裏筋監督、さすがでございます。皆さん、裏筋監督をぜひよろしくお願いします。原発組織の市川監督と、裏筋監督の、玉井さんじゃない、誰だっけ、寺井さんでございます。誰だっけってひどいですよね。誰だっけって、ひどい、現場に2人監督がいるから、それはひどい。お葬式が嫌だったんですか。ございます。そんな扱いで大丈夫です。大丈夫です。はい。すごい。15分経過してまいります。ありがとうございます。まだ来ませんね。結構ね、ゆっくりちゃんとしっかりとこう。てか、イワシが上がってないですよね。あ、イワシが入ってますね。イワシの刺身が結構、ね、売りらしい。いろんな方来てますね。香取慎吾さん来てます。あと、吉川晃司さんも来てますね。それから、あ、ミック・ジャガーも来てますね。あと、アリス・クーパーも来てます。いっぱい来てます。サインがいっぱい飾ってあって。あと、トラさんも来てますね。すごいですよ、この。すごい、やっと来た。はい、ありがとうございます。来ました、皆さん。お魚でございます。あっち一つ、これ盛り合わせ、上がって一緒にして、はい、盛り合わせです。これマグロ、私以外は、マグロです。マグロとエビ天わかります。マグロ来ました。マグロ、調子のマグロでございます。調子のマグロかどうか、調子のマグロ、調子で上がったマグロと、玉井監督も一緒ですね、今日は。はい、はい。
監督海に落ちる準備はできてますね。じゃあ心の準備今のところ OK という形でよろしいですか。ちゃんと携帯とかあの預けておいた方がいいですよ。私が撮影する、はい、あその携帯預けた携帯撮影、それでライブ配信回しておきますか。じゃあ俺もライブ回して、はい、であの中野さん、はい、あれで撮影の方で、はい、それで今日は iPhone2 台で監督に落ちるのがいけるんで皆さん機材は片付けてどうぞ。片付けて誰も聞いてませんスタッフさんに。石井さんバージョンチンチン恋が橋恋人には戻らない。来た、あと天ぷら、天ぷら来ました。はい、ありがとうございます。おー、おいしそう、天ぷらが。じゃあ、早速いただきたいと思います。マグロの刺身でございます。ちょっとマスクも取ろう。マスク取ろうってしてなかった。いただきます、いただきます。調子より、千葉県調子より衛星生配信でお送りしております。石田一生のインスタライブ時刻は12時43分でございます。石田一生ランチタイム、今日は刺身定食です。うん、あ、中野さん、イワシフライ一つください。いいですか。あ、いっぱいある、やった。ソース、あったソース。いただきますね。あ、大丈夫です、ソースで。はい、ダラダラン。チンギちゃんのあのハローフレンドじゃない、フレンドは俺だ、マイフレンドは俺だ。ハロー、あっ、かけちった。まあいいんだ、意外と美味しいんですよ、両親飯。意外とうまいんです、ソースのかかったマグロ。ねえ、うまい。イワシフライじゃない、イワシフライいただきます。イワシフライ、はい、うまい、やばい、やばい、うまい、溶ける、うん、イワシが溶けてる、やばい、イワシフライやばい、うん、これはうまい。うまい。あ、これマヨネーズだけでいきますね、ソースも。カメラマンの曽根さんです、皆さん。はい、手だけ振ってください。すいません。手だけ振って大丈夫です。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかった。今日結構食べられたんじゃないですか、いつもよりは。食いましたね。食べられれば普通に食べらっしゃるんですか。お弁当、ね、かあの、曽根さん。はい、ありがとうございます。今日も頑張りましょう。お願いします。はい。頑張ってます。頑張ってます。今日も頑張ってらっしゃいました。サンプルケンちゃんザブラック、一応あの、うん、クラウドファンディングでサブタイトルも募集しようと思ってるんですよ、はい、もう決まりましたね、今回のザブラック決まりました。あ、決まった。 OK、 やった。カードファンディングの、サブタイトル決まったそうです。サンプルケンちゃんザブラックを目指してということで。いや、美味しいですね。やば、今日のピークですね。これやばいですね。柔らかいって言った意味が分かりました。はい、溶ける。溶ける。そしてマグロ。うん。うまい。うん。そして白いご飯ですね。やっぱり白いご飯ですよね。これですか。これ何ですか、ね、これ美味しそうです。うん、美味しい。ごめんなさい、サブタイトル決まった。やった、サンプラケンちゃんザブラックで、2つ目第2作目でザレッドになります。何があったのこの1年の間にみたいな。1年に1度違うか、そんなハイペースじゃない、2年に一度ぐらいですね。サンプラケンちゃんザパリ、サンプラケンちゃんザパリ、サンプラケンちゃんザヨハネスブルク、ヨハネスブルク、なんで南アフリカ行くんでしょうね。サンプラケンちゃんザミラノ、サンプラケンちゃんザローマ、サンプラケンちゃんザシラクーサ、サンプラケンちゃんザあちこち行きますね。あちこち行きましょう。あちこち行きましょう。
スピンオフで。散歩屋ケンちゃんがスリランカ。アジアもいいですね。アジアですよね。スリランカとかインドとかね。インド。散歩屋ケンちゃんインド。大変なことになりそうだ、インドとか。散歩屋ケンちゃん。スリランカ行きましょう、スリランカ。はい。スリランカもいいね。セイロンと紅茶飲みましょう。すごい続々と話が大きくなって夢のような感じですね。僕のライフワークとなってしまいそうな勢いです、散歩屋ケンちゃん。うん、うまい。じゃあコメント止まっております。どうしたんだろう。あ、動いた。あ、止まってた。さっき触っちゃったからなんかコメント来ないなと。そんなわけないですよね。コメントいっぱい来てごめんなさい。実質すごいいっぱい来てましたね。すいませんすいませんすいません。メシテロだ、メシテロです。散歩屋ケンちゃん今後本当にお来た楽しみです。ぜひ素敵な演技たくさん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お天ぷらでございます。いっぱいお天ぷら、野菜、これ家族、はい、まずね、これちょっと調整が必要です。僕が食べられないもので多々あります。これあげます。あ、ありがとうございます。これもあげます。いいですか。あ、これもあげます。ありがとうございます。ちょっとね、アレルギーでね。あら、すいません。ナス、ナス、いや、その代わりナスください。あ、タコください。タコ、何でもあげますよ。はい、取ってください。はい、とりあえず、大丈夫です。大丈夫です。あ、じゃあナス、とりあえず出てます。いただきます。味噌汁です。お味噌汁も美味しそうですね。この湯気や、お出汁が効いてそうです。ああ、え、あ、ごめんなさい、今日早飯でした。休憩何分ですか。20分、30分。あ、いつものことに慣れてるから。はい、1時再開。1時5分。じゃあ今から15分、16分ですね。相変わらずブラックでございます。食べ終わった時、休憩終了。相変わらずブラックでございます。ありがとうございます。美味しいからね。本当ですね。毎回行きたくなります、ね。はい、じゃあ天ぷらいただきます。してね、そうなんですよ。手がプルプルしちゃうんですよ。美味しくて。なの、ナスも美味しいです。ナスとアケビ？違う。わらび。僕ちょっとわらび食えないので、あれなんですけど。おーなー。うん。天ぷら。手が震えてる。プル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 。そうなんですよ、手震えるんですよ、僕最近。老人、だいぶ年齢ですからね、これはね。非常に、あの、自律神経として手が震えてる。僕、自律神経がないんです。もうほとんど。ありません、自律神経なんて、僕には。の影響で手が震えてるという、嘘です。まあでも、自律神経の、あれですね、影響ですね。以前の好きな天ぷら、僕やっぱ、オーソドックスに、あれですよ。エビ天。何、そうなんですよ、そうなんですよ。自律神経のあれですね。うん、おいしい。うん。じゃあ、10分ということなんで、ちょっとセンサーで作りたいと思います。今日はね、天気がいいんでね、ちょっといろいろ狙いたいのもあるでしょうから。午後ドローン撮影もやります。ドローン飛ばすんですか。今日ドローンも飛ばすそうです。ずっとライブ配信つけときましょうか。これ今日基本的には監督意味に落ちますよね、この後。まだ整ってないですね。心整えて、心整えいきましょう。本番、一発本番でございます。一発ワンテイクワンしか撮れないですからね。監督マジっすよ。それを撮るだけなんです。テイクワン、テイクワンっていうかね、一発だけ。そのために今日僕ら調子来ましたからね。ここはもう打ち合わせ済みですから、バッチリも、はい、あの帰りの電車で昨日の昨日ですよね、あれね。あと監督、
除霊行きましょうね、いずれか除霊。除霊ですか、はい、やっといた方がいいですか。やっといた方がいいですね、監督は。真っ黒です。ハイゴレいっぱいいます。ハイゴレ、ハイゴレいっぱい。本当ですか。病気になる、そのままだと。危ない。マジですか。それも話したんですよね。怖いっすね。怖いっすよ、ほんとくと。どこにいた方がいいですか、除霊は。どこに。いや、まあいろんな様々な場合があります。神社、先、霊能者、いろいろ手がいいです。大丈夫です、僕は知ってますんで。僕がやるわけじゃないですよ。滝はいいですね。滝行、滝行だとね、監督なんかね、かっこつけそうだからね。かっこつけなんか、あの調子に観音あります。あ、ごめんなさい、観音にありますよね。あ、除霊するところですか。はい、はい、あります、ね。行った方がいいんじゃないですか。まあでもこんな時間今日はないですから、ね。ヒット機関で滝に打たれるところ、ね、そういう映像で、ね、でも滝行かなくても海で、あ、海で、あ、そうそうだ、海で、それするんで、うん、いや、本当ですよ、海は浄化作用ありますんで、ね、ひとまずね、乗っかってるものは落ちます。